キャニオン軍はアメリカ合衆国アイダホ州の南西部宗教に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は188,923人である。軍庁所在地はコールドウェル市であり、同軍で人口最大の都市はナンパ市である。キャニオン軍はボイスナンパ大都市圏に属している。キャニオン軍は1891年3月7日にコールドウェル市を 軍庁所在地として設立された。軍名はコールドウェルに近いボイシ川の渓谷にちなんで名付けられたとされている。しかし、ジョン・リーズとバーディス・フィッシャーは、オアイヒー軍との自然の軍境となっているスネーク川の渓谷にちなんで名付けられたと考えている。ハドソン湾会社が1834年に、現在のパーマ近くにボイシトリーデを設立したが、1855年には、 放棄された。オレゴントレール沿いにあったキャニオン軍を通って移民たちが移動した。オレゴン単線鉄道が1883年に開通した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は603.51平方マイルであり、このうち陸地は589.72平方マイル。 水域は13.79平方マイルで、水域率は2.28%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。キャニオン軍開発局によると、2007年に建設許可が下りたのは、軍内で926件、軍内の小区分で63件、細区分で3件だった。99件の用途制限付き許可も発行された。 コールドウェルの製粉書。ありがとうございます。